フォアシティプラスは、チェコのシュコダトランスポーテーションが展開する路面電車車両ブランドの一つ。車内の大部分が低床構造となっている超低床電車である。シュコダトランスポーテーションが展開する超低床電車であるフォアシティのうち、両端の台車に回転軸を持つボギー台車を配した車種。これに伴い、車端部分が高床式となり、 移動の際にはステップを通る必要がある一方、狂気の路面電車路線にも対応可能となるほか、曲線走行時の車輪やレールの摩耗が減少する効果がもたらされる。中間車体に設置されている台車は回転軸を持たない構造になっており、路線条件に応じて、手電動機や制御装置が設置されていた動力台車、これらが設置されていない、付随台車を選択することができる。 高床部分を除いた車内の床上高さは 350mm で、両開き式の乗降扉はすべて低床部分に設置されている。車内には車椅子やベビーカーが設置可能なフリースペースが存在するほか、車内案内表示装置や監視カメラも搭載されており、運転室を含めて冷暖房が完備されている。車体、車内双方を含めたデザインは、 チェコのインダストリアル企業であるオーフィアデザインが手掛けている。2020年の時点でホアシティプラスは以下の車種が展開されている。終電装置が設置されている車体の台車は、主電動機や制御装置が設置されていない付随台車である。スロバキアの首都ブラチスラバで路面電車をはじめとする公共交通機関を運営するブラチスラバ交通企業会社は、 2013年にシコダ、トランスポーテーションとの間にフォアシティ、プラス導入に関する契約を結んだ。契約金額のうち半分は、欧州連合、ブラチスラバ県、ブラチスラバ市からの補助金によって賄われた。最初の車両は2014年11月に一般公開が実施された後、試運転を経て、翌2015年4月28日から営業運転を開始しており、 追加発注分も含めた60両は2016年までに導入が完了している。2019年12月に実施されたダイヤ改正以降、29T は各系統で使用されている。一方、両運転台の 30T は終端にループ線が存在しないペトルジャルカ方面の系統へ集中的に導入されている。2021年、シュコダトランスポーテーションは ドイツのブランデンブルク州の路面電車のうち、フランクフルト市電、コットブス市電、ブランデルブルク市電の運営事業者が共同で実施した新型電車に関する入札を獲得し、これらの路線に向けて3車体連接、変運転台式のフォアシティプラスを製造することを発表した。これは老朽化が進んでいた高床式電車の置き換えを目的としたもので、 以下の、両数が導入されることになっている。シュコダ 29t に関するカテゴリー、シュコダ 30t に関するカテゴリー、ありがとうございます。